本野ブルマさん、はい、あ、17、18決勝進出、そうなんです。で、あ、そうだ、18のあの話題の浜田さんへの耳打ち、あれバズってましたね。あれ狙ってたんですか。優しさ映ってると思ってやってたんですか。俺はそれずっと聞きたかった。あの状態は映ってる、撮られてると思って耳打ちしたんですか、それとも本当の優しさですか。映ってると思って耳打ちしたかどうかです。はい、当たり前でしょ。やべえ、真実がとんでもねえ人だ。この人あれですよ、あの優しいみたいな話題になってましたけど、あの2018年の出場者全員がサインするとこ一番真ん中にサインしてましたよ。激ヤバ、どういった女じゃん。でもゆりやんちゃんもなんかすごい痩せたみたいな感じで言われてますけど、うん、この前すごいトイレでうんこしてました。痩せた関係ない。いいな、ラップバトル、ラップバトル、ラップバトル。こんなブルマ、その考えろ、その振る舞い、お前のうんこ、それは寸胴みたいなでかいんだろ、知ってるぜ。いえ、私の寸胴だけど R1 ここで奮闘をラストイヤー聞いとけよ。挟まれた星野ディスコの気持ちにもなってみろよ。ディスコディスロー、ダジャレだからの。ディスロー、ジップロック、ジップロック、ジップロック急にクオリティ下がった。最低のラップバトルだ。次行きましょうって言われてる。最低だ。感謝に感謝。下がってください。何らかの感謝。いや、うわー、記事にしてください、今のは。小田さん、小田さん、